さあ、現在バストリア大陸の変な像の前に来ております。こちら場所はね、バストリア大陸の、東の方ですね。まあ最初の方にね、解放したことバスタリーツァの東のですね、この辺にね橋があって、壊れた橋を直すと行けるところですね。で、この謎の像、実は調べると、そう、イシリオン出てきて、剣の英雄像ですね。足元に隕鉄石をはめる穴があります。ここに捧げろということでしょうか。というわけで、なんか方々で拾ってたね、隕鉄石、何に使うかわからなかったんですが、ここで使うみたいです。伝説が真実ならば剣を手に入れることができるでしょうということで、隕鉄石5個で剣と交換できるそうなので、ちょっと一回してみましょうか。メテオライトソード、 HP プラス20、ガード率プラス10。あー、なるほどですね。ってことは、そうですね、槍、斧、弓、杖かがもらえるってことですかね。じゃあ一通り交換してみましょうか。はい、というわけで5つ交換してきました。メテオライトシリーズってことかな。すべて HP プラス20、ガード率プラス10がついてますね。ガード率プラス20は杖はいらなかったかな。じゃあちょっとソードから、まあ、誰に装備させるかだよね。上がるやつ、上がるやつで、今ここで入ってるやつね、ちゃんとね。誰がいいかな。ミリアム、あ、そうだね、ガード率と HP が上がるなら前衛キャラミリアムってのありだね。ちょうどカルナットソードも外しても良さそうな感じだしね。次、じゃあアックス、斧、これはオーバンにするかブルーノにするか。でも HP 上がるってなるとブルーノいいよね。行動速度プラス5もちょっといいけど、まあブルーノかな。一番攻撃力も上がるしね。ブルーノどうぞ。次、槍、ガード率が上がるってことはやっぱりアデルかな。前衛キャラがいいよね。ダイナでもいいか。あ、でもダイナ前衛じゃないしな。じゃあホドリックか。まあホドリックかルノーだね。アデルは追撃することが多いから、やっぱ追撃プラス20はいい、結構使えると思うんだよな。よし、じゃあルノーにあげるか。いや、でもただもったいないな。ダイナにあげよう。ルノーはね、十分強いんだよね、これでもね。はい、メテオライトボウ、 HP プラス20、ガード率プラス10。ってことはリーザにあげたいかな。スパイクボルトよりもやっぱ前衛キャラだからね、リーザね。 HP プラス20、ガードプラス10は必要。むしろあれだな、このウッドペッカー、マントラにあげてもいいかな。メテオライトボウ、どうしようね。どっちかというと魔法攻撃が高いやつがいいかな。魔法攻撃、王手かな。 HP プラス20あるし。とりあえずこの魔法系キャラにやっぱね、前衛キャラというのはいないので、よし、じゃあ王手にあげよう。よし、じゃあこんな感じで OK かな。ウッドペッカー、あ、リーザしか装備できないのか。じゃあやっぱリーザにして、メテオライト棒はマンドランにあげるか。だな、マンドランだな。よし、じゃあ今回の場所に行きましょう。さあ、今回行くのはこちらですね。街に人が戻ってる。ここは城塞都市ソルバクワット。ソルバクワット、昔は結構にぎわってたんだよね。ということで、まあなかなか大きな都市でイベントがあるっぽいんですよね。団長、団長、大変です。あれ、アレインがまた解放軍が来てます。いつここを攻めてくるか。またあいつらか。
こんな北の地まで来るとはな。おい、こいつ知ってるぞ。団長、どうします？逃げますか？これだけの城塞都市、手放すのは惜しいな。せっかく手に入れた俺らの根城だ。正直、みんな放浪生活に疲れてますしね。コルニアであったやつらだよな、こいつらな。どうやら俺たちも本気で戦う時が来たようだな。団長が戦ってんならみんな従いますぜ。俺らイバネズミ団に拾われなきゃとっくにのたれ死んでるんだ。やりますか、団長。連中に教えてやろう。ネズミが猫に噛みつくこともあるってな。いや、確かニーナとかがいた隊だ、部隊とかやつら、なんか集団だったかな。いや、なかなか骨のあるいいやつらだったんだけど、最近までここには誰もいなかったんだけど、今は岩ネズミ団って盗賊が住み着いてるみたい。はい、これ多分に、あ、入れないか。ニーナと何か関係があった気がするんだよな。じゃあとりあえず今回ちょっとここを解放してみましょう。いつも解放、最近ね、解放戦は全部カットしてるんですが、何やら大事な用がありそうなので。お、殿下、岩ネズミ団は私がいた盗賊団。そうだよね。私に説得させてくださいませんか。そうだったな。ニーナに任せる。ブリス団長、私です。ニーナです。ニーナか。達者で何よりだが、お前解放軍にいるのか。団長のおかげで妹と会いました。それから解放軍に入ったんです。団長、逃げるか降伏してください。今の解放軍には敵いません。あ、叶いません。断る。放浪の盗賊家業にもみんな疲れた。ここは俺たちがやっと手に入れた家だ。ここを地盤に俺たちも大きくなってやる。団長、遠慮はいらん。かかってこい。ネズミの歯も噛まれれば痛いと教えてやる。はあ、なるほどね。じゃあ申し訳ないが、やらせていただくか。お、隠れやがったな。ステージ会話はもうできない。じゃあやるしかないか。じゃあニーナどこにいる今。ニーナ、あ、ここだ、いた、ここだ。はい、ここだね、ニーナ。じゃあ最後はグロスタ隊がやるので、まあ、グロスタ隊ちょっと後から出てくか。出撃します。で、あとは3つだよね。レベル低い隊、ベルトラン隊はね、結構レベルが高いんだよね。はい、エルトリンデ隊。出陣いたします。あとは26か7ぐらい。あー、リーザ隊かな。アレイン隊低いな。じゃあアレイン隊で行こう。よし、行こう。よし、じゃあ先行してリーザと、さて、アレインがゆっくり向かってって、向かおう。よし、お任せください。クロスターはまあこちょっと出てるぐらいね。狙われていそうです。狙われてますね。投石、投石、こんなところにいますか。それはね、まあ気にせず行こうか。進軍いたします。さあ、アレイン隊が当たったが、俺は引かんぞ。私の好きに、アレイン隊でもっと強くなられば。やったぞ。到着いたしました。行きます。考えるな。どう出るべきか。なんかすごい勢いで来たね。おしまいですね。さあ、こいつは誰がいける。考えるんだ。お、アレインが強いね。どういった作戦でしょうか。よし、じゃあアレインよろしく。行くぞ。よし、じゃあエルトリンデ隊がここついたら、すぐに向かいます。グロスタ隊で突っ込んで終わりにしよう。行動に移ります。なんか来たね。あ、でもこれはエルトリンデ隊がいけるかな。お力になれました。どこまで強くなる。より高みを目指します。まだまだ強くなるよ。おかげなさい。この陣地は確保いたしました。騎士の誇りにかけて行きます。どう出るべきか。よし、到着した。よし、じゃあグロスタ隊に決めてもらおう。団長、ニーラ、お前とやるのは初めてだな。行くぞ。
さあ強いかな。ファイアブレス、ミスティックアロー、わーガードされた。なかなか強いかも。ワイドブレーカーが、いやーちょっときついね。誰か回復してあげてほしいんだけど。あすごいニーナが団長やったぞ。まあ相性がね悪いね。でリベンジアックスが当たれば回復するんだよ。でもおい一気に攻めるぞ。 AP アップはいらんかったかもしれないけどね。うん、まああとはもう消化試合だな。やっぱ強かった。負けはしない。もっと腕を磨かねば。この力ロザリンデ様のために。このまま勝ち続ける。はい、というわけであっさりでしたね。まあ局地戦なんでこんなもんす。もう逃げられんか。部下は助けてくれ。俺は煮るなり焼くなり好きにしろ。殿下、どうか寛大なご処置を。岩ネズミ団は確かに盗賊団ですが、弱者から奪うことはありません。お、久しぶりだなこれ。まあ今回は全員回遊すると決めてるので。ブリスとか言ったな。どうだろう、解放軍に入らないか。まとめて面倒見てやるよ。断る。え、お前も所詮は貴族だろ。俺ら庶民からは奪うだけ。そんな奴の手伝いなどごめんだな。団長、殿下の生い立ちは違います。殿下がパレビア島を出た時は6人、たったの6人だったそうです。そこから数々の戦いを経て仲間を増やし、解放軍を大きくしてきた。岩ネズミ団も同じでしょ。同じ苦労されている殿下は。だがなニーナ、人は変わるぞ。弱者が強者になったその時こそが危険だってな。築き上げたものを奪われないかと疑心暗鬼から狡猾にも残忍にもなる。ならばブリス、俺を監視するがいい。俺に王たる資格なしと見れば、その槍で俺を刺せ。ほう応戦はさせてもらうがな。ガレリウスを倒し世を平和にするには、多様な尊厳を認め合う力が必要になる。この乱世をここまで生き延びてきたしぶといネズミの力を俺に貸してくれ。アレインの説教うまいんだよな。わかった、俺は解放軍に入ろう。だができれば部下たちはここで生活させてやってくれ。皆放浪生活で疲れ果てているからな。承知した。ここの統治にも人が必要だろう。アレイン殿下、ありがとうございます。はい、というわけでソルバクワット解放できたし、ブリスも入ったしね。いやー、俺は岩ネズミ団の副長だ。いや、元副長だな。俺たちはここで暮らしていく。団長をよろしく頼むぜ。はい、ということでキャラ一覧にブリス貼りました。まあカタフラクトっていうね、どこ行った一緒、ホドリックと一緒の、一緒だよね。でレベル30だからかね。グレートシールド、ラインプロテクト、スティング、ラインカバー、ガーディアン、ヘビーカバー、大体一緒だね。まあベンチかなベンチかな。ブーホドリック2体体制でもいいんだけどね。まあなかなか、まあ同じ、ちょっと似たようなやつなんで使い方が難しいかな。じゃあこの辺を解放するのはまあまたにして、
あれ、ここ行ってなかった俺。じゃあシャロンの墓参りをさせてあげて、よし、今日はもう一個行けるかな。ちょっと今日はもう一個行ってみたいと思います。はい、というわけで久しぶりです、闘技場です。さあ、この闘技場にね、今とかこの間まで頑張ってやってて、現在ランコのランクバトルが2位のところまで来ております。30位ぐらいが始まったのかな。30位からガガガガガって上がってきて2位まで来ました。あとはね、絶対王者であるこいつですよ、アーマリアを倒すと無事アーマリアがね仲間になってくれるそうなんですが、いや強い強いんだよなこれがな。それでいろんなやつが固まってるからこっち難しいんだよな。さあ誰で行くかもまた問題なんだけどね。ちょっと待って、相手に弓隊がいるから多分セレストを使うのはむずあんまり意味がないんだよな。ってことはセレストを弓打てるやつに変えるか。弓の強力なやつといえばロールフなんだけどかな。リーザでもいいけどね、防御力高いし。じゃあここはロールフとセレストを変えてちょっと挑んでみましょうか。そう、こうやって相手に合わせてね編成を変えられるのもねまた面白いところなので、じゃあちょっと今回は絶対王者挑んでみましょうか。アレインでいけるかな、どうだろうか。まあとりあえずやってみましょう。待って、ああでも大丈夫か。飛行の敵を優先をちゃんと全部入れておけば全てが飛行の敵にね回っていくようになると思うので、じゃあ行きましょう。さあ対戦開始、レベル40勝てるか。ついにここまで来たんだね。あたいが見込んだ通りだ。前にも言ったが俺が勝てば解放軍に入ってもらうぞ。あんたならあたいの全力を引き出せるかもしれない。ヒリヒリするね。さあ勝負だ、待ってるよ。でかいな、やっぱアレインの 1.5 倍ぐらいあるもんな。さあ行くぞ、さあ行こう。ラビットオーダー、パッシブサプライで PP アップ、あー行動速度ダウン、キャルバリー3、あーやっぱ強いな。ワイドチェイス、チェイス守れ、うわーきつい。お、エリアリスナイプ、よしよし、回復してあげて、アレインを回復してあげて。やばいな、硬いな。よし、ナイスガード、よしよしよし、回復した。ボルケーノやばそう、あ死んだ、うわつらい、全員が壊滅した。強い強いマジで。ダメでした、メンツが悪いかな。いや例えばさ、こっちの一番攻撃力の高いクライブ隊だったら貫けるんじゃない。どうだ、高度速度ダウンが入ったけど、パッシブかオフェンスオーダーから相手の方が早い。よし頑張ってガードして、きつい
わあきつい。ダメですね。やっぱ今までの比じゃないぐらい強いんだな。さあアレインを入れてみたけどどうだ。無理はしないで。貫け。私も行く。畳みかける。攻勢に転じる。それ。回復や。共に進もう。やらせないよ。よし。手でもないね。押し通る。ここは俺が。反撃。お、さっきよりはいいんじゃない？盛り抜くぞ。動きだ。守ってあげる。やらせるか。ほら。回復するわ。そこだ。意志を強く持て。は。ほら、どうした？よしよし、頑張ってる頑張ってる。あは外してる。あでも勝った。残り HP のパーセントで勝った。よしよし頑張った頑張った。この娘をここまで追い詰めるか。はあ、え出来損ないとはいえ生なかな期待ではないもの。おお、なんか見つけたぞ。我が剣を受けるに足る相手。これ中に誰か入っとるな。これ貴殿らに本物の剣というものを見せよう。そして死ぬがよい。お、どういうことだ。え、もう一戦っすか。いや、レベル45、HP 514。これ削り切れるか。マジで。ちょっと一回やってみる。とりあえず同じチームで。さあ行こう。ラピッドオーダー、パッシブサプライ、グランドパニッシャー。うおー、全体攻撃か。5ダメじゃん。ガード封じが必要か。うわすげえガードしてくんもんな。元気になって。電気。おお。ガードされるね。デバフがかかるからそれを行動不能のデバフが必要。お、ガード封じだな。ちょっと待って組み直すか。さあ大幅に変えてきたよ。さあアレイン、これでいこう。アレイン、バージニア、セルビー、オーシュ、スカーレット。さあどうだ、これでやれるか。よし。あ、やべ、ガードスワンプじゃねえんだよ。パッシブサプライが来てガード。アイアンリッパーが、よし、まあいいんだけど。会心必中、デバス解除。うぅ、あでも結構ガードはすり抜けてきてる。よしよしよし。うーわー、全体攻撃がえぐい。あ、エンドリゼラクトじゃねえ。あ、一応でも勝った。あれ今ので勝ったでいいの。ちょっと勝ち方にこだわりたかったけどとりあえず勝てたな。見事なり。我、仕
功を極め続け、今敗北を知る。我が剣完成したり、いざ地獄の鬼と相まみえる。え、まだやんの？あれ、あ、よかった。ありがとう。おかげでなんとか動けるようになったよ。ああ、全身の肉が痛い。まったく、人の体で無茶してくれるよ。あんたらやってくれたね。クソジジイめ、成仏しやがった。お、クソジジイ。どういうことだ、別人のようだったが。身内の恥なんだが、あれはあたいのご先祖さ。大層な剣豪だったそうだけどね。むちゃくちゃ強かったな。強すぎたのさ。強すぎて誰一人満足に技を告げなかった。ジジイはいろんな女に子を産ませ、後継ぎを育てようとしたが、幼子に容赦もせず、鍛えすぎて殺してしまうありさま。怖っ。子を産んでは死なされ、才なしと見れば容赦なく捨てられる。日が触れた女もいたそうだ。ひどい話だろ。だが女たちは復讐した。命を懸けてジジイを呪ったんだ。ジジイってそう書くんだ。ジジイは肺を患い、さらに男子を授からなくなった。肺患いは死に至る病だよな。ところが追い詰められたジジイは怪しげな術に手を出した。子孫代々の体に宿り、剣を極め続けようとしたのさ。ゼノイラの術と似たようなものだろうか。ゼノイラ？そうね。ただあたいの先祖はこの大陸の外から来たらしい。とにかく呪われた宿命を終わらせてくれたのはあんたらだ。第四ができちまったな。あれ、あたいもついてくよ。いいのか？目的は果たしちまったしね。それに負けたら解放軍に入る約束だ。あんたならあたいをちゃんと使いこなしてくれるだろう。闘技場の王者が加わるのは心強い。歓迎するよ。なあ、一つだけ悪いんだけどさ。なんだ？その、この体だろ。その、ちょっと大ぐらいなんだ。いい？ご飯たくさん作りますね。だろうな。めっちゃ食いそうだもんな。お、闘技場のオフラインバトルを制したことで真のランキングに挑めるようになりました。何の話ですか。まあ、とりあえずアーマリアは仲間にはなるのか。何真？あー、すげえ、まだ上ある。バカじゃないの。バカじゃないの。マジで言ってる？お、もうレベル40以上じゃ、レベル50か。はい、まあこれはまだやっとくわ。ランクバトル、うん、フリーバトルもある。フリーバトルのレベルも上がってきたな。はい、ということで、仲間になったアーマリアはきっとドレッドノートっていう言うんだね。で、うん、なんかすごいいいもの持ってるよね。他の人たちに分け与えたいくらいだけど、オメガブレイク、ペネトレート、メガスラッシュ、ホークアイは一度だけ自分の攻撃を必中回心使ってきてたな。
ワイルドキック。敵が味方の攻撃をガードした際に発動、ヘビーガードは自分でガードするやつね。あーなるほどね。いやーでもこれはね、40レベル40って使っちゃうともう多分あのぶっ壊れになるんで、まあ多分あの難易度が崩壊するというかねいろんなものが崩壊するので、君はしばらくベンチです。多分今戦ってもね、あのろくに経験値ももらえないので、まあ周りのキャラたちを育てていきましょう。とはいえ今いろいろひっくり返したからちょっと直さなきゃいけないな。ああ、直さなきゃいけないんですよ。じゃあ、ちょっと今回はここを直しつつ、あれ、どこ行った？いたしですと。はい、直しつつ、こんなところでね、次回は、そうですね。まあ、ついにこっちの方ですね。雪原の王のメインストーリー行きたいと思います。それでは今日このところで終わりにしましょう。どうもありがとうございました。